はい、じゃあというわけで今回はタスキングマネージャーの使い方について簡単に説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回利用するブラウザは何ですか？今回はですね、 Chrome を利用します。サファリや Firefox もおすすめするんですけど、インターネットエクスプローラーだけは使わないでください。それはなぜ？フルハイ先生に怒られるからです。なるほどまずはウェブ上でタスキングマネージャーを検索します。右上のログインボタンを押してオープンストリートマップのログイン画面に飛んで、自分の持ってるオープンストリートマップアカウントでログインしてください。僕アカウント持っていないんですけども、どうすればいいですかね？メールアドレスがあったら簡単に登録できるんですけど、自分が持ってる Google アカウントだったり Facebook アカウントがあれば簡単にログインすることができます。ログインできたらマッピング開始を押して実際にマッピングをするプロジェクトを選びます。へー、これ見た感じいろいろプロジェクトありますけど、何から取り掛かればいいんですかね？ここにマッピング難易度と対象を設定することができるので、自分のレベルに合ったプロジェクトを選ぶことができます。で、今回は、マッピング難易度を初心者、マッピング対象を建物としていきます。ここでポイントです。はい、選ぶときはマッピング済みと記載されているパーセンテージが少なく、なおかつ優先度が高いものを選んでいきましょう。なんでですかね？パーセンテージが高いとほとんどマッピングする場所がないんですね。なるほど、気をつけます。じゃあ今回はこちらのプロジェクトでやっていきたいと思います。はい、ではマッピングするエリアを選択しましょう。いろんな色で飯が塗られていますね。そうですね、黄色いところはすでにマッピング済みになっているので白い飯を選んでいきます。選択したらマッピング開始を押して ID エディターを起動させます。違うページに飛ぶんですね。そうです、先ほどログインしたオープンストリートマップでのマッピングになっています。もし背景が表示されない場合はここで背景設定を行います。今回はこちらの航空画像を使っていきます。このピンク色の線で囲われている範囲が今回のマッピング範囲となります。では早速建物をマッピングしていきましょう。はい、エリアを選択して建物をクリックしながらトレースしていきます。終点をダブルクリック、もしくは始点をクリックすればトレースが終わります。今回は直行化もさせていきます。これ見た感じいろんな形の建物があると思うんですけども、直行化って必ず必要なもんなんですかね？明らかに直角でない建物であれば直行化はしなくて大丈夫です。もし円状の建物とかあると思うんですけど、その場合は円状に並べるというものを選択してください。そうするとこのように円状になっていきます。そして最後にエリアの情報を入力していきます。これ何の建物かわからないときはどうすればいいですかね？基本的には建物全般に入力して大丈夫です。もし特定できるのであればそれを細かく入力してください。はい、建物のマッピング作業はこの流れの繰り返しになります。慣れてきたらショートカットキーを使って作業時間の短縮化を図ることも可能です。あ、すいません、こんなエラー出てしまったんですけど、どうすればいいですかね？これは建物同士が重なってるんです。なのでこの少しだけ灰色になってる点にカーソルを合わせて右クリックをし、接続解除を選択してみてください。お、できました。あとはさっきと同じように形を整えれば大丈夫ですかね？そうです。わかりました。10件から20件ほど入力が完了できたら保存をしてアップロードをしていきます。これまとめて保存した方が楽じゃないですか？一気に保存やアップデートをしてしまうとデータが重くなって消えてしまうことがあるんですね。なのでこの作業はこまめに行うようにしてください。はい、気をつけます。ピンク色で囲われている範囲内全てをマッピングし終わったら、タスキングマネージャーのタブに戻ってマークアズコンプリートリーマップを押してマッピングを終了しましょう。なんか思っていたより単純な作業で簡単でしたね。そうなんです。でもその簡単な作業が人道支援だったり災害支援につながっていくので、皆さんもぜひタスキングマネージャー利用してみてください。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。